こんばんは。アップデートの時間です。はい。今日はですね、この電力需要の逼迫に伴い、節電のためスタジオの照明を抑えて配信いたしております。そうだから、ここに入ってくるときに、あれ今日休みかなと思ったよね。あ、それぐらいでも暗いですよね。入口が暗いし、はい、まあ、楽屋っていうのはあんまないけども、そのこっち側のたまりかなんかが本当薄暗くて、そこまでしなくてもっていうぐらいね、一応今のところは回避できたんですよね、今日は停電の心配はない、そうなんですけども、でもまあ今日はってことは明日も明後日もってことで、まあ、どうなるのか、これはでも停電になったら本当に大惨事ですからね、それはどう、なんとか抑えなきゃいけないなと思いますけれども、その中で、はい、今日の取り上げるテーマは、メタバースは働き方のゲームチェンジャーになるのかということで、オフィス株式会社の提供でお送りいたします。ちょっとね、この本番前にこのオフィス参加してもらって、面白い、はいはいはい、やりたい、やんなきゃだなって感じがしましたね。どこが特に面白かったですか？だからまず絵が可愛い、 あと感覚的にはもうただのゲームの雰囲気なのに、きちんと会社の体を成しているっていうところ、顔と声が聞こえて見えるっていうのが当たり前だけど、現実に近いかなっていう、だからそこで大事なんですよね。そうですね、あの芝居作る場合、映画作る場合でも、よりリアルにしなきゃいけないけども、きちんとあの非現実的なものも入れなきゃいけないっていうのがあったりとかして、すごい面白かったんですが、はい、感じますね。はい、含めてメタバースというわけでございます。そうですね、はい、今日もツイッターニュースピックスのコメントお待ちしております。はい、では今日の記事に参りたいと思います。今日取り上げる記事はこちらです。独占翻訳、メタバースを生んだ SF 作家が見通す4つの未来像、予言者は書く方はい、ね、こちらですね、メタバースという言葉を生み出した SF 作家、ニール・スティーブンスン氏のインタビュー記事になります。彼が考えるメタバースとは、ニュートラルなものであり、その中にも労働組合のようなものが必要だというふうに語っています。続きまして、今日押さえておくべきポイントを紹介するこちらのコーナーです。奥義財のコーナーです。まず2028年までに市場規模がおよそ94兆円になると見込まれているメタバース市場ですが、簡単に説明するとネット上の仮想空間のことです。はい、メタ、超越とユニバース、宇宙というのを合わせた造語になっておりまして、仮想空間上でのゲームやビジネス、コミュニティを指す場合もあります。はい、ビジネスシーンにおける利点としては、オフィスや会議室を作る際の不動産手続きなどが省け、人数やコミュニケーションの制限がないこと、さらに年齢、性別やあらゆるハンデから解放されることも魅力の一つです。そのため国内バーチャルオフィス市場は2025年に95億円に拡大する見込みで、メタバースのビジネス活用がより勢いを増すというふうに予想されています。日本ですか？はい、国内です。日本だけでもこのぐらいの拡大の見込みになっております。そんなメタバースですけれども、働き方をどう変えていくのか、この後徹底討論していきます。だからこの部分で本当にいろんなところで、ちょっと僕もね、その NFT 系のやつを実は2つ手掛けてまして、でそういうことするといろんなところ行って、例えば NHK とかいた場合とかでも、すごいこうバーって解説の方がいるんですが、やっぱこの部分弱かったりするわけですよ。政治経済とか、もっとあの、ね、戦争とかそういうの詳しい人でも、確かにこれどう説明していいか分かんない、簡単に言えばオンラインゲームの今まで、例えばモンハンとかさ、ファイナルファンタジー、あの世界じゃん、それでいいじゃんみたいな人がいるけど、違うんです。それと芸術の世界のお金とか、そうですね、そういう人事とか、いろんなものがその中に本当に入ってくるんだよっていうこと、よりファイナルファンタジーって感じ、よりファイナルファンタジーですね、という世界になるっていうことでしょうね、メタバースは。楽しみですね。それではこのテーマを議論するにふさわしい論客の皆さんをお呼びします。拍手でお迎えください。今日はだから実際にまあいるように見えますが、本当はいません。あれいないんですか？っていうことがそのうちなるんじゃないのかなって僕は本当に思ってまして。そうです、ね、だってこれはただの映像ですからね。そうですね、この映像の中にこう組み込んでいけばっていうものになってくるんじゃないのかなっていう、そうです、今日は実際にいらっしゃいます、のでご紹介させていただきます。はい、まずは株式会社エンソ代表取締役の澤まどかさんです。よろしくお願いします。澤さん、お久しぶりですよね。はい、
だから荒いうちに髪の色味が変わりましたね。もうほとんどアバターみたいなもんなんですよ。本人が、本人が後ろから見たらあれ G アルフィーかなと思いました、ね、よく間違われるんですけどね、そっち側じゃないんですけど、はい、メタバースの会社の顧問を、そうですね、あの M ラボって会社なんですけど、うん、あのメタバースを本当にだから今日はね、あの賑やかしで呼んだつもりかもしれないですけど、一応当事者なんですよ。いやいや、そんなことないです。賑やかしとは思ってません。当事者、はい、当事者としてちょっとお話もできるかなと思ってます。なんとなく、はい、あのワクワクの部分がキュッと分かりやすいと楽しいかなっていう。お待たせ。やっぱ楽しいところに人が集まると思うんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして臨床心理士の関谷由紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つまりなんかあれですか、産業医とかそういうのもやってらっしゃるっていう。そうですね、あの職場のメンタルヘルスが専門なので、はい、あのまあ、カウンセリングをしたりとか、あの管理者、まあ、上司の人向けに研修をしたりとか、そういう仕事をしてます。この番組よく言うのは大森さんという人がいました、まあ、あの歩兵って言われてるんですけどどこにでも現れるんで、ね、だからまさにあの大森さんのデビューの女性バージョンと言いますか、それいいのか、ちょっといいのか、どんどんボケてもらっていいのでなるほど、ツッコミはすごい、はい、いや確かにあの家で例えばね、いろんなリモート系やってると閉塞感があったりとか、いろんなまた病気になる人も多かったっていう、その部分がまたメタバースでどうなるのか。そうですね、さらに、まあ、メタバース上でカウンセリングできるのかとか、あーチームビルディングできるのかとか、その中でそういうことにも確かにそれがこう直せれば最高ですよね。そうですね、なるほど、はい、よろしくお願いいたします。続きまして、コインオタク先人ホールディングス創業者の下山昭彦さんです。よろしくお願いします。お願いします。もうだから下山さんとかはもうこのメタバースなんていうのはもう絶対来るものであって、そうですね、っていう、うん、どういう感覚で見てますか。僕はもう150歳ぐらいまでは生きるだろうなと思ってるんで、そう、なんか結構本当に未来のところから、まあ、逆算していろいろ考えられたらいいなって思ってますね。150まで本当に生きるんだもんね。いやもう毎日毎日もうかん、あのお医者さんにどうやって長生きできるか聞いてますよ僕は ね、若い世代っていうのはメタバースで働くってことに関して割と寛容であるんですか。そうですね、てかやっぱりコロナがあって結局、まあ、リモートでも行けちゃうよねっていうのが分かったし、なんならなんか僕の後輩とかって一回も対面授業がないというか、もういきなりリモートから入ってる人も結構いるんで、まあ、そういう意味で言うと遅かれ早かれ来る未来、 あとはそれについて何を考えないといけないのかっていうのをなんか今のうちから準備しておくっていうのが大事なんだと思います。確かに普通に社会を一番最初にまずリモートから入ったんですもんね。そうなんです、そうなんですよ。今の学生卒業した人はね、 それまたすごいですよね、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします, します、続きまして一般社団法人アットビルワーク代表理事の藤本あゆみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤本さんもお久しぶりでございます。そうですね、お久しぶりです、はい。どういうことで、どういうところでこうメタバースはかかってらっしゃるんですか、藤本さん。あの今日は多分私その働き方全般で、うんうん、あのアトリワーク自体5年間のプロジェクトで、はい、ちょうど今年5年で終わるんですけれども。そうですか、はい、5年間でこうどんな変化があったのかっていう中で、コロナ禍ですごいいきなり変化がガツッときて、やっぱこの2年間これはちょっととんでもないことが起きましたね。本当にとんでもなかったですね。で、さらにそこから次の5年間を考えたときに、メタバースが、まあ、どんなこう働きをこうやるのかとか、どんな影響を与えるのかとか、そんな話が今日はそういう立場からできるといいなと思ってます。いや、もう5年の話なんですね、次の。そうなんです、はい、だと思ってます。変わるんでしょうねこれでもさっき150歳って言ってたんで、ちょっと5年どころじゃないなと思ってそうなんですよ。もう少しあの広いスコープで考えたらいいなと。渋谷さん150から200まで生きるって言ってますから、ね、1000人ですから1000人よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後にオビス株式会社代表取締役のジョン・セイヒョンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさにこのオフィスはメタバースの中にオフィスを作るということで、本番前に触らせてもらいましたけども、はい、これはもう本当あのちょこっとあの出来上がるまでどれくらい、構想から出来上がるまでどれくらいでこうローンチしたものなんですか。これが2020年の2月に海外でちょっとロックダウンになって日本帰ってこれなかったんですよ。 あの時もうそのオフィスに行くこともできないので、じゃオフィスに行きたい気持ちで作り始めて開発して。2年でですか。いや2020年 の、うん、あの8月にローンチしました。1年半ぐらい、あの半年ですよ。半年ぐらいでも作って。そうですね、すごい。で今リリースして1年半ぐらいだったんですね。このスピード感でできたものじゃないですよあれは。あ、そうですね、こう実際に、ね、紹介の VTR が、はい、ございます、はい、こちらです、どうぞ。おはようございます、今日も頑張りましょう。すご
はい、あのオフィスでは、まあ、距離があるんですよね。距離があるので、うん、まあ、近づいたら声が大きく聞こえて、遠ざかるとあのもう音量が減っていきますと、うんうん、なので近寄って声をかける、うん、であそこに人がいるんですよね。そうですよね、はい、でこう聞こえてたりとか、だから逆に待ってたら声かけてもらえたりするんですよね、うんうんうん、またはこう声をかける以外でも、はい、家電の進捗どうですか、まあ、こんな感じで声かけて、あと距離が近かったら、まあ、そういうもうリアルと一緒で顔を見せたりとか画面をシェアしたりとかもできるっていうものになってまして、うんうん、まあ、また会議室というのもあって、そこでプライベートなの会もできると、うん、でこれが、うん、あのブラウザ、あのもうオキュラスとか使わなくても、うんうん、もうパソコンで開いてブラウザでアクセスするだけで使えるっていうものになってます。実際の会話に限りなく近い状態で話せるってことですね。そして不便なところまで全部再現しました。不便まで再現した、なるほどね、ありがとうございます。確かにね、壁があったら聞こえないっていう部分は不便であり便利ですからね。そうですよね、その部分をきちっと使ったと、はい、いや本当面白い。だからこう近づいて、うん、なんかあの半分だけ入っておくと盗み聞きするみたいな感じのものもできるんですよね。あとこう2人で喋って、あの2つのグループで喋ってて真ん中入ってたら両方聞こえて、両方聞こえる、なんで忘年会で活用されるんですよこれが。確かに僕もあのネタ作る場合とかいつもあの喫茶店行って、たまりとたまりの真ん中に座ってずっと聞いてましたね、こういうふうに。で面白かったやつ全部メモったりとかしましたから、それができるかもしれないっていう。まさにそうですよね、ね、面白い、ね、多様な使い方ができそうですけれども、楽しいですよ、びっくりです。はい、では議論を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日の議論としてまず前半ではメタバースは働き方にどんな変化をもたらすか、うん、そして後半では未来の働き方どうなるかという話をしていきたいと思います、はい、ではまず初めにメタバースは働き方にどんな変化をもたらすかについて皆さんのお考えを見ていきたいと思います。お手元のフリップをお上げください。どうぞ。はい、読み上げていきますね。まず澤さんはコンプレックスが克服できる。なるほど。関谷さんはサーカス、サーカス、下山さんは機関車トーマスが税金を払う。ねえ、また何を言ってるんでしょうね藤本さんは混乱は、最後ジョンさんはハイブリッド。ねえ、何が混乱しますかね。いやもう混乱しかなくないですか。もうただでさえこの2年間で新しい働き方をみんなもう模索してやったのに、さらにここにメタバースってきた瞬間に人事部のおじさまたちがもうあの思考停止するっていうぐらい、でもそのくらいのインパクトがあるってことだと思っていて、結構私はこの混乱ポジティブだと思ってます。ポジティブな混乱、ポジティブな混乱で、このくらいのやっぱりインパクトがないと新しいことを試そうってやっぱりならないのと、今そのコロナの2年間でもう新しくないとダメとか、さっきのそのやっぱりオンラインがスタートの世代からすると、あのそれが当たり前だった時に、でもちょっと不便なところをどう解決しようか、あそれってメタバースいいんじゃないっていう風に、前だったらもう無理無理みたいなところがちょっとスッと入ってきやすいっていうので、この混乱に乗じてちょっとこうスッといけるっていうのがメタバースに、あのメタバースが働き方にあのもたらす変化かなというふうに思ってます。あとまあ単純に絶対混乱しますよ。そうですね、これ混乱します。あのここに来る人はね、みんなね本当にね、あの本当頭いいんですよ。いや基本なかなかね、うん、リア入ってくるまで、やっぱ半年1年ぐらいかかりますよね、うん、そうですね、で知ってはいるけども、はい、入ってこない、知ってるけども、うん、それ納得できないというか、うん、確かに混乱はあると思います。リモート格差が生まれたと一緒で、はい、なんかこうメタバース格差みたいなのももっと広がっていくかもしれない。広がっていく、で、まあ、しょうがない、それはもう負けないように頑張ればいいんだよね、うん、ね、一番混乱してるのはこの答え、機関車トーマスが税金を払うもうこれ俺が混乱してるんですよね、これ何ですかこれ。さっきジョンさんがあのまさに今未来、今この瞬間の未来を作ってくださってたんで、うん、じゃあその先に何があるのかっていう話をちょっとしたいなと思っていて、うん、まず2つあって、1つがあの人間の体をしている必要がなくなるっていう話なんですよね、うん、でもう1つがそこで生まれる外部不経済性にどう対応するのかっていうのを今から考えないといけないっていう話だと思っていて、うんうん、まず1つ目にそのなんか手とかある必要ないじゃないですか、アバターって、はい、で例えばトーマスって顔と移動する手段っていう2つが両方あるじゃないですか、うんうんうん、だから鳥とかでもいいかなと思ったんですよ、アバターとして。でもめっちゃ移動できてかつ表情も豊かみたいなアバターとかをいろんな人が選んでいくっていう、まず流れになるだろうと思ってますと。でその上でなんか考えないといけないのは、そのじゃあみんながメタバース空間にいた時になんかどういうことが起きるんだろうっていう時、そのことをちょっと考えてみたくて、例えば自動車ってすごい便利なものですごい流行ったじゃないですか、はい、そしたら二酸化炭素をすごい排出していることが分かって、まあ、100年後とかに炭素税っていうものが課されるみたいなことになっていて、まあ、それと同じようなふうにすごい便利だ
たからこそ、すごい人類を未来に進んでくれたからこそ、なんか負の側面もすごい現れてくるっていう話があると思うんですよね。じゃあそれにどう対応するかっていうと、例えばじゃあもうゲームみたいに働けるようになったとして、ゲームみたいに働けるようになったからこそ子供でも働けるから児童労働みたいな問題が起きるかもしれないとか、あるいはすごいそこにみんなが意識が集中するから計算量がすごい発生して、じゃあ今日みたいに電力が逼迫する問題が起きるかもしれないとか、そういうものに対してのなんか税金みたいな形で、それをどうその経済とは違うところから循環するモデルを作るかっていうことがなんか必要になるし、その中で働くっていうことをなんかすごい意識しないといけないんだろうなっていうふうに。これね、このまた税金の概念もまた国ごとに違ったりとかして、そうなってくると果たしてその国っていう概念も果たしてどうなんだろうみたいな感じになってくるからね、どこに払うの税金ってっていう、ね、これも私どういう税金を払うかっていうのもポイントで、例えば炭素って決めたのって欧州じゃないですか、でそこに、ね、日本ってあんまり議論に絡めてなくて、それ何があったかっていうと、結局彼らってアーティストとか哲学者とか宗教学者みたいな人がそのグローバルアジェンダを決める議論に参加してるんですよ、でも日本は参加できてなくて、だから僕とかがこういう話をするのもそういう意味があると思ってて、それこそ僕ってアーティストでありなんか学論文も書いてるみたいな、でぶっちゃけメタバースに全然関係ないんですけど、こういう話をするっていうことが後々なんかグローバルアジェンダ決める時のルールメイキングに絶対大事だったよねっていう、なんかこういうリスクみたいなものを考えながら働き方を考えるっていうのが大事なんだろうなって。確かにまっすぐまっすぐ行くよりも多少変化球の方がね幅広がっていいなっていうのは、僕ら芸人はその役割してるんで、なんかちょっと分かります。なんかなんとかこれが税金を払うような世界が来る、いや意味わかんない、でもそんな世界なんだよっていうことになる、そしたらもうそうですね、コンプレックスは克服できるっていうこと、はい、これはなんか素直にグッと入ってきます。そうですね、はい、まあ、先ほど僕メタバースの会社でちょっと顧問やってるよってお話したと思うんですけど、はい、でどんなところに使えるかなっていうのを考えたときに、別のところで僕人材系の会社の顧問もやってるんですね、はい、でそこでよくあるのがイベントをやっても壁の花になっちゃう人がいる、要するに大勢の前で発言することが苦手とか、あるいは転職っていうキーワードだと人と会話をするというのがはばかられるとか、そういうのが、あるいは自分の学歴にコンプレックスがあるとかっていうので、こうなかなか発言ができないとか表に立って何か言えないっていう人たちが、アバターだったら結構自分出せるんじゃないかっていう考え方もあるんですね。ちなみにこれ婚活でも同じことが言えるんですけど、婚活なんかでも顔を出して何かでするのはすごく苦手なんだけれども、ネットだったら自分が出せるっていう人って一定数いて、その人たちってテクノロジーによってコンプレックスが克服されているわけですよね。で実際これってもうすでに起きているところもあって、僕の知り合いの VR をやってる会社の社長がすごい仲良しで、さあ新入社員入ったんだよねって、新卒の社員入ったんだけど会ったことないんだよって言うんですよ、で そうなんですねって、会わせてくれないんだよねって言って、でアバターでしか出社しないんだって言うわけです。VR の会社だからもうそれでいいっていう話になって、で人事部長だけが会ったことがあるらしいんだけど、だから自分は実在してるかどうかも分かんなくて、実在してるかどうか分かんない人間に給料払ってんだって。でお客さんとのミーティングにもアバターで出てくるっていう、だから無実上分かんないですよ。だけど結局 VR の会社でコンテンツもそれが商材になってるわけだから、もうそれでいいじゃんって話なんですね。ってなってくると、本当の意味で価値を出していけばいいし、その定義体がメタバースの中で新しく作られるんであれば、価値創造も同じように新しいルールが適用されてしかるべきなんですね。さっきの税金の話なんかもそうですけど、だからそういうふうになってくると、今までのルールだとなかなかコンプレックスが邪魔してできなかったとか、やりづらかったとか、生きづらかったっていう人たちに対してむちゃくちゃ大きいチャンスになる可能性がある。でそれこそ、ね、混乱もするかもしれないんですけれども、今まではすごいやりづらかったっていう人が、これならできるかもしれないって感じる一つのきっかけになり得るかなと思って、僕めちゃくちゃ期待してるんですよ。なんか別の番組でこうパニック障害があって出社できないっていう人が、実は社内でメタバース内でめちゃくちゃ重要なポジションになってるって人が実際にいて、まさにそうですよね。例えばその大勢の前に出るとか移動するとか、そもそも対面で喋るとか、もっと細かいところで言えばファッションセンスに自信がないとか、お化粧が下手だとかっていうのも全部これいらなくなるわけですよね。ゼロになるので完全なルールチェンジなんですよ。だから工夫するとか改善するとかじゃなくて、そもそものルールが違うっていうのは、これすごく大きな変化になるんじゃないかなと思うんですね。そうするとこれ採用も変わってくるんですよ。裾野が全然違ってくるので、そうすると今それこそね、履歴書に性別を書くのはいかがなものかとか、年齢なんかいらないんじゃないかっていう割と細かい世界のところでちょいちょい言ってるけど、メタバースになったら完全これルールチェンジですからね。
ぶっちゃけこの世にいるかどうかもわからんっていう世界なので、ね、ボットかもしれないですから、ね、ボットかもしれない、そう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 、ね、だけど価値創造っていう定義体の中において価値が作られてるんだったらそれでいいじゃんって話になってくると、ね、うん、ちょっとコンプレックスに関する質問がニュースピックスで来てます。澤さんに、はい、はいはい、こちらです。はい、見た目のコンプレックスを克服できるのがとても素敵だと思います、うん、目の不自由な方も参加できるというアイデア、これも全然できますよね、うんうん、できます、全然できますよね、うん、で結局目が不自由だっていう人でプログラミングができる人はわんさかいるわけで、そういうデバイスを使いこなすっていうことができればもう目が見えないっていうことを克服する必要ないです。例えば目が見えないっていうことは何に対して危ないかっていうと、外の物理的危険に対しては非常に弱いわけですよね、うん、音がしない状態でぶつかってくるものに対しては弱いけれども、それこそメタバースの世界であればそういったリスク全くない状態なんで、物理的な安全性が高まった状態で仕事ができるし、あと目が見えない方であってもプログラミングできるとか何かの定義ができるとかっていうのもすでにテクノロジー現存しているものもあるので、はい、ってなってくるとメタバースが進んでくるとそれに対するテクノロジーの進化っていうのが加速する可能性があるんですよね。デマンドが上がってくるんで、そうするとテクノロジーがさらにそれを追っかけていって、うんうん、お嬢さんみたいな人がそういった方にソリューションを提供するってなると、さらに活躍する場がどんどん増えていくっていう可能性が大いにありますよね、うんうん、人間をより幸せにしてくれそうですね。そう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 、ありがとうございます、はい、関谷さんのサーカスとはまた楽しそうですけれども、ね、そうですね、サーカス、何がサーカスなんでしょうね確かに、2つの意味を込めて書いたんですけど、はい、まあ、1つは、まあ、会社がなんて言うんでしょう、サーカスの集合体になるかなって思っていて、まあ、なんかその一つのプロジェクトの目的とかゴールに合わせて適した団長が選ばれ、そして演目が決まり、チームが集められ、そして目的を終えると解散してまた次のサーカスが立ち上がるみたいなふうになるでしょうし、あと私たち の、 その生活っていう意味でも、なんて言うんでしょう、私この2年ぐらい試してたのが、日本のいろんなところで半月ぐらいずつ滞在して働くみたいなのをやってみて、でもなんかそれが本当にメタバースの中で働けるようになったらまあ、できるなっていうふうに思っていて、なんかそれぞれ私たちってライフステージによってなんか適した住む土地って変わっていくと思うんですよね。なんか例えば私一昨年出産して産後のタイミングで長期滞在したのが自分の少しルーツに関わる山口県の萩市に長いこと滞在したんですけど、なんかそういうちょっと自分のなんか人生をなんか考えるみたいなタイミングではそういうところに長く滞在しながら働いたりとか、でも今度なんか例えばですけど子どもの教育のステージが変わったら、まあ、例えばですけどロサンゼルスでちょっと住みながら働くとか、なんかそんな風に生活自体もなんかサーカスみたいに一拠点に住むんじゃなくって、まあ、どん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 場所を移りながら住んでいくみたいな、なんかそんなことが私たちの働き方暮らし方に変化として起きるんじゃないかなっていうのでサーカスしました。素晴らしい、ね、こういう話すると、いやいやそんな俺はずっとここにいたいんだよとかいう人がいるんですけど違うんですよね。移動したい人がこれを選ん で、 そうです、ね、いたい人がいればいいっていう選択肢を選べるっていう、選べるコンプレックスもそうですよね、うん、いやそんなにいないよそんな困った人は、いやいやその人たちもできる、うん、あなたは普通にやればいい、うん、っていうことで選択肢がもうどんどん増えてますね、うん、確かにそう思います。これはサーカス確かにね、はい、シルクとソレイルがまさにそうですもんね。そうですね、うん、どんどん移動して、ね、確かにその、はい、選択肢があるっていう中でハイブリッドっていうのも、はい、そうですね、これ、うん、最後の字も難しいですよね。みんな時間軸バラバラで独自に合わせようかと思っ て、 てでちょっと後半の質問の話もかぶることになると思うんですけれども、うん、じゃあ 私、まあ、ちょっと私はオフィスのジョンとして今話したいものとしては、その、まあ、さっき混乱とおっしゃっていて、その本当に混乱が起きてました。でその混乱 の、 最中にさっき澤さんがおっしゃったようにそこでも OK にいたっていうのがオフィスなんですよね、うん、でそれで、まあ、バーチャルオフィス、まあ、こう新しい働き方で使えるバーチャルオフィスとして、まあ、ビジネスベンターバスとしてオフィスは活用されてて、今大体毎日6万人ぐらいが朝9時になると出勤するんですよ、オフィス上のバーチャルの空間に。でじゃあその立場として私が喋りたいのが、じゃあどういう感じでみんなそう変わってきたのか、うん、未来じゃなくてじゃあ直近の未来までの話をしますと、まず本当に混乱そのものだったんですよ。私も混乱でした。2020年の2月にロックダウンで明日この国から出ないと国に帰れないと言われて、で飛行機ないじゃんということでロックダウンになり、でそこでオフィスに行けないってフラストレーションで作りましたと、まあ、それが一つの混乱でしたよね。
これみんな多分感じてたと、うん、でいきなりあの緊急事態宣言とかが来ててテレワークしろって言われて、うん、初めて多分テレワークに接したと思います、うん、でそれでみんななんかズームって何から始まって、うん、でまあズームが分かってきてズームのみって言葉が出てきて、はい、ただズーム疲れっていうのが出てきて、うん、もう混乱のも繰り返しで、うん、ただこれ一つ一貫してあったのが2020年の頭まではまだコロナが夏になると消えるってみんな信じてた時期で、うん、だからみんなあんまり課題も解決しようともしてない、うん、だから世の中は奇跡のように、うんまあ、元に戻るってみんな信じてて、うん、その時サービスリリースしてしまったんですよ。全く売れなくてあこれ終わったなと思ってたんですけれども、うん、急にまた変化が来たんですよね。それまた混乱ですよね、はい、でどういうあの変化が来たかというと夏になってもコロナ消えませんよと、はい、でとなるとこのテレワークコロナのせいで始めたけど、うん、いつまで続けるの、うん、でそろそろなんか違和感が出てきてなんかビジネスは回ってるけどうまく回ってる気もしてこなかった、うんまあ、要はコミュニケーションの課題を感じてきたんですよね。コミュニケーションがね。だからそこで、まあ、そういう大手企業とかも含めて首脳部が考え出したのが、うん、あこれって解決しなければならない課題なんだよねということで中長期 の戦略に変わったんですよね、うん、そこから のオフィス製 の申し込みがバーって増えてきましたと。なるほど。でそれでもう2021年になってくるともう完全に緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言でずっとアップアップアップだったじゃないですか。そうなってくるとみんなやっぱりこれは長期戦だなっていうなり、うんうんうん、1年通して全然治らないから、はい、そこでまあバーってあのユーザーも弊社のユーザーももともと2020年の8月ゼロだったものがまあ6万人まで増えてたりしてるんですけれどもそこで結構まあ増えてきて混乱が落ち着いてきた気がするんですよ最近は、はいはい、で何かというと例えば去年の12月とかであれば、うん、結構感染者数も数百人で落ち着いてて、はい、みんなあの超えるのかもう終わったんかなと思ってた時期があったと、うん、オミクロン前ですよ ね、はい、ああいう時って、うん、企業って今までのパターンであれば、はい、来ないはずなんですよねオフィスに、うんうん、理由としてはコロナ消えたからみんな戻っちゃうっていうことなんで、そうなんですよ、はい、ただ、うん、むしろ増えたんですよ、うんうん、じゃあ彼らがどういうニーズでじゃあ来てるかというと、うん、今までならコロナでテレワークしなければならないから生えてきたけど、うん、もう今はこのテレワークっていうのが新しい働き方がニューノーマルだよね、うん、そうですね、これもう変わったよね、うん、逆にこれに対応しないと採用もできないし、うん、今後の成長に響きそうだっていうことになり、はい、なってきて、うん、もうおのずと入ってきてるんですよね、うん、だから会社のコンセンサスとしては、うん、これ長期戦である、うん、もうこのニューノーマルになっている、うん、ってなっていて、うん、実際 の従業員6万人の従業員も弊社もまあ 100% あのオンラインであるんですけれども、うん、もう実際東京に住んでた人が引っ越したりとか、うん、まあ、さっきサーカスおっしゃったように、うん、弊社 も本当になんかプロジェクトが発動すると、うん、世界各地から人集めてパッとやったりするんですよ、うん、ってことができるようになる、うん、ってことでみんな自由な働き方をするんですけれども、うん、ここでちょっと混乱がもう一個来てまして、また、はい、あのやっぱり首脳部としては、うん、あのここのニュースピックスさんもそうなんですけど、はい、立派なオフィス借りちゃってる、うん、だからそうですね、物理的なオフィスですね。そうですよ、はい、そういうベースで仕事が成り立てたから、うん、なかなかやっぱりオフラインを完全に排除することができなくなった、うん、っていうことがあるので、うん、そこの妥協点を今探すのが真っ最中だと思ってて、うん、まあ、それが最終的には着地としてハイブリッドになるんじゃないかなと、うん、やっぱりオフラインが好きな人はオフライン来るし、僕もこれが、うん、僕はすごいこれに近い意見ですね、うん、そうですよね。しかもこれが理想かなとも思ってます、うん、そうですよ。そうなってて、ただ若い世代はオフラインもいらないじゃんってなってくるんですよね、そこのちょっとカオスあるんですけれども、うん、そうですね。リモート社来ると思うんですけどね、あのだから僕パーセンテージは変わると思うんですけど、うんうんうん、半々では全くないと思うんですけど、そうですね。それが最終的にはまあ世代が変わっていてどうなるか分からないですけれども、まあ、働き方としてはやっぱりハイブリッドということで我々の世代ではまあちょっと執着になるんじゃないかなっていうのは思ってます。今コンセンサスですよね、うん、こう実際どうですか澤さん、こう働いてみて楽しさっていうのがやっぱハイブリッドにいると思うんですけど、バーチャル空間で働いてみてこうどういうところが楽しいっていうふうに思いますか。あの特に僕の場合だとガジェッターでありデジタルが大好きな人間なので、そういった人間からすると使えるツールがめちゃくちゃ増えたっていうことなんですね、うん、だ要はテクノロジーを使いこなすことがある程度できる人であれば、例えば着替えるっていうもの一つとっても自由にいくらでも色を変えたりとか髪型変えたりとかってアバターの世界だったらそれがもうコストほぼほぼゼロであっという間にできるわけですよね、うん、これどういうことかっていうと自己実現なんですよね、うん、自己実現、あのもちろんちょっとちっちゃいですよ、ちっちゃいかもしれないけれども、少なくとも自分がこうありたいっていう姿に簡単になれるっていうのは、うん、これ非常にあの少なくとも心理的安全性っていう観点でいうとめちゃくちゃ大きい要素なんですよね。でそれが許されるわけじゃないですか、うん、バーチャル空間であれば。で普通の空間だと僕だってのこの長髪でサラリーマンやるってまあまあいろいろとハレーションあったんですけど、でそういったものも全部超越した状態で自己表現ができるっていうのはこれはすごく楽しい要素なんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。関谷さんはいかがでしょうか。
そうですね、なんかこの楽しいって2種類あるかなって思っていて、なんかさっき言ったその選べる楽しさとか、なんかやっぱりメタバースならではの少しちょっとゲームっぽい感じとか、ちょっともう入っただけでちょっとワクワクする感じとかっていう楽しさもありますし、あとはやっぱりなんか澤さんが言ったそのコンプレックスがから脱出できるっていう意味で、なんかできることが増えて達成感じゃないですけどを感じられるっていう、なんかそういう楽しさと達成感みたいな2種類あるんじゃないかなって気がします。なんか澤さんがおっしゃったそのメタバースのファッションとかスキン代っていうんですか、それって経費に入るんですか？まあ多分そういうふうに変わってくるでしょうね、経済のあり方っていうのが。そうですね、社内ルールもそう、うん、でもその世界の中で衣装を着替えるってすごく最初はいやいやポンポンでできんじゃんとか思うんですけど、そこに行くまでに意外とストーリーがあると、うん、僕モンスターハンターが大好きで、うん、モンスターハンターのすごい最終的に強いやつを倒さないと作れない服とかあるんですよ、それ着てる人がいたらもうね憧れの的なんですよ。いいなあれって言って、そこに行くまでにね半年かかるんですよ。その瞬間はもうガンガン写真撮りましたよね、その画面を。だからやっぱそういうふうに価値観ってやっぱストーリーがついてくれた瞬間に急にリアルになるんで、やっぱストーリーっていう、まあ、ストーリーとか、まあ時間の流れからタイムラインをまんま順でこう進んでいくっていう感じがあれば全然没頭できると思うんですけどもね、ストーリーがやっぱ大事ですよね、はいはい。あと澤さんがおっしゃった物理的な安全性とか生産性アップにつながるとおっしゃいましたけれども、藤本さんはこの生産性っていう観点においてはバーチャル空間どう思いますか？いや私は上がると思っていて、リモートワークになった時にみんながしたのが切り替えが難しい、家っていう一つの空間の中で今までオフィスに行くっていうことで切り替えできてたことができなくなった瞬間になんかじわじわ生産性が落ちてる気がするっていう声があったんですけど、メタバースはそのスイッチを入れるすごくいいことだなと思っていて、多分すごく集中できる環境を作り出すことができるので結果的にやっぱり生産性は上がるんじゃないかなと思ってます。あとはそれこそね、澤さんに言ってる自分でどういう環境を作るかみたいなことをやっぱりカスタマイズできるのが、さっきの家っていう物理的な空間だとやっぱりこう限度があるんですよね。デスク変えようとか椅子変えようみたいなところから、そのなんか物理的な制約が一切なくなった時にやっぱりこう自分好みにどう環境を作るかみたいなこともできたりするのはすごく楽しいっていうところにやっぱりつながるんじゃないかなとは思います。なるほど、はい。あとコミュニケーションもねやっぱスムーズに行えるか気になるんですけど、ここは重要ですよね。 でもその部分はジオンさんもうこのオフィス作る時にはものすごい考えたわけですよね。そうですよね、コミュニケーションが結構重視のさっき感じでしたもんね、やっぱりやってるとやっぱり現実世界のようなコミュニケーションが大事だと思ってて、ズームとかいろんなサービスがあるんですけれども、それからって会議室があってそこの効率を上げるには非常によくて、ただ現実的なところを諦めているというか、その犠牲したところがあって、だからズーム疲れとかことは出てきましたと。でその中で私としてはやっぱり具圧的なコミュニケーションとか、やっぱり効率性がないようには見えるけど、やっぱりオフィスとかでは普通にあったようなコミュニケーションである、であればやっぱりそういう現実世界の不便なところも持ってこなきゃならないんじゃないかなと思ってまして、それがやっぱり自然になってもあそうですね、自然なコミュニケーションが発生するとかにつながっていくかなと思います。そうコミュニケーションって意外と取るもんじゃないですよね、起きるもんなんですよね。そうですよね、そこですよね。ふっとなんか声が聞こえてきて声かけに行くとか、そこにいるから声かけに行くとか、確かに座っているから声かけてもらうとか、それがやっぱりこの空間がバーチャル的なメタバースの空間がないとそれが起きない。やっぱり意図して電話する、意図してなんかチャットを送る、それはちょっと違うんですよね。確かに偶発性でコミュニケーションって起きますもんね。なるほど。あとニュースピックスからまた質問が来ているんです。こちらです。はい、年齢や性別も超越した感じにメタバースなりますか？下山さんいかがでしょうか？これはなると思っていて、さっき話したんですけど、その体っていうものが手足が存在する必要がそもそもあるんだっけっていうところから考え直されるタイミングが、どっかで来ると思うんですよね。それって別にリアルな空間でもそうで、今って義足がすごいなんだろうな、より足が速く走れるような義足とかが生まれているように、それって、それの作り出し方がバーチャル空間の方が簡単なわけじゃないですか。例えば空を飛んでいるようにしたいから翼を生やしてみるとか、あるいはなんか、っていうような話が、マウスを使うといろいろクリックアンドロップがしやすくなるみたいな話と同じような形で生まれていきますと。で
それが例えばその究極体がそのトーマスみたいな表情はすごい分かりやすいけど移動手段すごいあるみたい なんかものになったりとか もしかしたら一旦もめでいいかもしれないし、うん、塗り壁でいいかもしれないみたいな話がまあ来るんじゃないかなっていう話がある中で僕が結構思うのが逆になんかアバハラみたいなものが生まれるんじゃないかなアバハラアバターハラスメントアバターハラスメント例えばどういうことかっていうとなんかすごいスマートな見た目をしている人の方が営業した時の制約率が高いとするじゃないですかとか今ちょこっとありますよねそう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 アニメアイコンが結構炎上を起こすとかね、うん、なんかそういうふうに言ってくるもうアニメアイコンへの結構アバハラがあるかもしれない、ね、そうなんですよ例えばそれがもしかしたらその見た目を強制されることになるかもしれないし、うん、なんかあるいは強制されてないけれどもその方がなんかなんだろうな制約率が上がるからそれをちょっと暗黙の了解としてしなければいけないみたいな状況があるかもみたいな正式で NFT できちんと落としたものじゃねえじゃんお前みたいなねそう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 偽物かよみたいな感じになるかもしれないしねハンコしてんじゃんみたいな確かにねアバハラ面白いですねアバハラ倫理的な問題が確かに日本でまだねイニシアチブ取れてないっていうところもありますよねあとメタバースのデザインなんかオフィスデザインとか、うんうん、例えば立地の価値っていうのはどういうふうになっていくと思いますか、うんうん、これ僕結構思うのが、うん、視点が客観的じゃなくなると思うんですよねどういうことかっていうと例えば今ってこの空間って誰が見てもこの空間じゃないですか椅子はここに配置しちゃって、はい、でもメタバース上だったら別に僕が見る世界と他の人が見る世界が別に別々でもいいんですよ、うん、例えばめっちゃ分かりやすい例で言うと Zoom って今ギャラリービューにするか喋ってる人が見るビューにするかを切り替えるじゃないですか、はい、あれが単純な平面上じゃなくて、うん、物理的な3次元空間でできるようになるんですよ例えば僕は何だろうな隣に皆さんがいると思ってるけど実はそういうふうに見せたいからそういうふうに見てるだけで実はそのなんかその空間の配置自体をおのおのが主観的に変えれるっていうことになる、うんうん、これがなんかなんだろう概念的な転換として結構面白くて、うん、そこから具体的ないろんなアイデアが派生していくんじゃないかなっていうふうに僕は思います。どうですね。ああ面白いですね。意外とありますよね座り位置って。そう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 ね僕ありますもん、うん、ひな壇に行った時にわ後ろの一番端っこかって、まあ、もっと頑張らなきゃなとかあるんですよ。全員が全員、うん、ひな壇の一番前に座ってると錯覚しながら行ったらめちゃくちゃ中身は変わると思います。本当あの位置だけであそっかとかで俺ピンマイクじゃねえんだ頑張るかとかねいろいろいっぱいあるんですよね。だからその辺がなくなるってことですからね。みんなひな壇の前にいたらみんなちょっと自信ありげに喋れるみたいな、うん、確かにもう全員ができる。いいですね、それなんかフェアになってるというか。そう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 、ね、なるほどね。澤さんはこの、まあ、デザインとか立地の価値っていうのはどういうふうになると思うんですか。そうですね、まず今ちょっとおっしゃっていた内容にすごい近いお話に一個思いついたんですけど、人って人によってパフォーマンス影響を受ける場合があるわけですよね、はい、この人の隣だとすごいやる気出るけどこの人の隣だとすげえ嫌だとかっていうでもそれってさっきの物理的制約っていうのに まさに直結するところだと思うんですけど、それが選べるっていうのはこれはもうすごい価値だし、価値創造のブロッキング意思を取り除くっていうのかな、本当にやりたい状態を自分で作り出して関係ない人だとは関係ない、関係持ちたい人とだけ関係を作るっていう、普通にやったらわがままとか自分勝手とかって言われるものが自分でデザインできる、なぜかというとパフォーマンスを出すためですっていうと、これ結構正当性が認められやすいかなと思うんですよね。なんでみんながある意味本当に仕事ができる環境っていうのが作れる。だって仕事じゃないじゃないですか、嫌な人に気使うとか、これ仕事じゃないんですよね本来は。そうですよね、だけど仕事にものすごい影響を与えるんですよね、っていうのを取り除くってなると仕事に集中できる、本当に仕事をするっていうところに直結してくることになってくるのかなと思いますけどね。仕事によってはね、それが仕事に直結する、上司にうまくこう忖度するのがうまいっていう、そういう仕事もあるじゃないですか。そう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 、その場合は意味があるかもしれないけど、全くいらない仕事でなんでそんな上司に気を使わなきゃいけないんだっていう、例えばすげえね精密な印刷とか、そこで上司に気を使う必要あるっていう、印刷うまかったらいいじゃんっていう感じですもんね。名刺のなんかね渡し方とかもこういちいち下じゃないといけないみたいなことももうなくなってくるんで、そうそうそう、あれなんかもうそもそも最初から意味なんてないですからね、あれ、うんうん、ああいうビジネスマナーって別にそれが何かを生み出すわけじゃないんだけど、正しいとされてるからみんな仕方がなくやってるわけでしょ。だって別に名刺の角度が違ったからって視認出てないですよね。あと印鑑を押すときにこう角度を変えていくとかってもう謎習慣で、あれで売り上げ上がるわけでもないわけじゃないですか。だからそういったものが一回リセットかかるっていうふうに考えると、うん、
まあ、そのデザイン全体の見直しっていうのは一気にかかる可能性ありますよね。確かに必要だったらまた帰ってきますからね。そうそうそう、本当に必要だっていうことが分かればまた戻ってくる、はいはい、大事なものが戻ってくるんですね最後に、うん、なるほどありがとうございます、はい、最後だとリアルの代替ではない、まあ、ハイブリッドってジョンさんおっしゃってましたけれども、はい、単にこうリアルの代替ではないメタバースの役割っていうのは何だと思われますか、うんうんうん、ちなみにあそうですね、さっき の, あのことは興味があったんでそこから付け加えますと、実際我々のユーザーの中ではメタバース上で謎の復習ができたりします。この中でそうですよね。なんでバーチャルでメタバースで、ね、謎の復習とリアルの謎の復習とハイブリッド謎の復習は多分ゲームでもありますよね。ゲーム内いじめありますよね。誰が最初にログアウトするかとかありそうです、あいついつもそうなんだよなとかね、絶対いつミュートしてるよなとか、ね、確かに結局それでなくなることはないと思ってるのがまあコメントした方というのと、大体じゃなくてまあ補完的のところで私たち見てるんですけれども、リアルの補完としては何があるかというと、例えばメタバースがあることによって物理的制約がなくなるわけですよね。なんで例えば大きな会社さんビル でっかいもの持ってたら3階から12階からに人を探しに行くのは超大変ですと、うんうんうん、まあ、メタバースなんでさっと移動できますよねっていう、まあ、そういう制約もないですし、例えばあのデザインに関して もう自由に変えられるんですよ。リアルのオフィスってこれ変えるためにいくらかかるんですかって話なんですけれども、メタバース上であればさって変えれる。で変えれてまた物理的な制限がないからクルージュにしたり、まあ、リゾートにしたり宇宙にしたりゲームにしてもいいんですよねって感じで、その中でも生産性を高めていくことは可能である。でさらに結構今こうニュースピックスさんも今引っ越しで大変という話を聞いたんですけれども、あの引っ越しもいらないんですよね。必要であれば増やす、必要じゃないのであれば減らすだけの話なので、結構ビジネスとか働き方の組み方としても自由になっていくんじゃないかなということで思ってます。オフィスもすごい、まあ、やめやすいですしね、オフィスもね、解約もしやすいですし、ありがとうございます。はい、では前半終了になりますけれども、ここから後半戦に行きたいと思います、はいはい、前半はね、この働き方だいぶ変わりそうな予感がしてきましたけれども、まあね、はい、後半ではですね、未来の働き方、まあ、メタバースを含めた、まあ、テクノロジーの力で、近未来の労働はどうなっていくのかということを語っていきたいと思います、うん、はいはい、お手元のフリップをお上げください。どうぞ。はい、読み上げていきます。まず澤さんは世界は拡張される、はい、関谷さんは3人分働く、あら、はい、下山さんは働くから人間に思うの働くへ、うん、はい、藤本さんはパーソナライズ、最後ジョンさんは自由、はい、いいですね、うん、はい、どの方からいきましょうか。この3人分働くっていうのは僕今すごい実感してますけどねすでに、はい、すでに、でも思うんですが、僕は今2人分の雰囲気があるんですが、3人分でまた増えますねこれは、はい、そうですね、はい、でも決してネガティブな意味じゃなくて結構ポジティブな意味で書いたんですけど、うん、なんか一つは、まあ、ちょっとメタバースだけじゃない未来の働き方だと思うんですけど、なんかメタバース含めたものでなんか学習っていうものに革命が起こるかなっていうふうに思っていて、教育ですか、あ、というかなんか人がスキルを身につけたりする、はい、なるほど、そちらの学習、はい、うん、なんかうち昨日の夜餃子をだったんですけど、はい、夜ご飯が餃子を包んだの久しぶりすぎて上手に包めないみたいな時に、今ってググってやり方を見て文章で見るか、はい、まあ、YouTube であの動画見て見るかっていう、基本的に言葉で教えるか観察学習見て学ぶかっていう、まあ、二択だと思うんですけど、なんかそれの選択肢が広がると思うんですよね。なんか例えばですけど、なんかメタバースの中でなんかそのすごい餃子職人みたいな人の手と自分を重ねながらやれたりとか、あとすごいスローモーションの中で動きをあの勉強できたりとか、あとバーチャル触覚みたいなものでなんか力の抜き方みたいなところがあの体得できるようになったりとか、そんな風になんかこれまでその学習方法の限界でなんか私昨日だから餃子上手に包めなくて不器用だなみたいな感じで落ち込んでたんですけど、なんかもっと自分ができることが見つかりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんかそうなると、まあ、自分今心理学が専門で研究をしてますけど、それ以外にも例えばなんかプロマジシャンやれますとか、なんかゴルファーになれますとか、なんかそれ3つぐらいのキャリアを生きられたりとか、あとまあもう一つは島田さんが言ってたその体っていうものの制約がなくなると、あの、まあ、150まで生きるとしたら本当3回分の人生みたいな感じになるじゃないですか、男女女になったりそうです、そうですね、しかもなんか体が例えば寝たきりになっても働けるみたいになると、まあ、本当に一生の中で3つのキャリアを経験するみたいなことが可能になって、なんか
やりたかったことがいろいろできるみたいな。そっか、そっち側の3人分ってことなんですね。そういう意味での3人分働くっていう。あ、そうだね、寝たきりだったらどうすんだって言ったら、いやいや、そのままメタバースで働けばいいんだ、そこから違う人種に通ってみたいな感じでね、はい、なるほどね、面白い、面白い、はい、まさに根澤さんの拡張されるっていうことですね。そう、まさにそれですね、うん、あの要するに世界っていうのが何でしょうね、メタバースでリアル世界があって、それから行くっていうものじゃなくて、うん、もう一個別の世界が出来上がっていく過程っていうのは僕の捉え方なんですね、うん、なんでこっちでは行きづらければこっちに引っ越しましょうよでもいいし、行ったり来たりでもいいし、で間のあたりをちょっとポジショニングで取ってもいいし、要するに世界は拡張されるわけだから、でそしてさっきの話もありましたけど、拡張された世界側で独自のルールができるって、これある意味人間の必然ではあるんですよね、うん、だそれはそれとして何らかの自治が起きたりとか、ルール決めが起きたりとかしていって、まあいろいろ吸ったものをやりながらだん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 発展していくっていうのは、これ人類の歴史そのものなんで、ただスタートラインが新しい世界観が、まあ、今出来上がってますと、でそれまでに人間かなり学んでるはずなんですよね。旧式なしきたりだったりとかやり取りとか、まあ、それこそ命のやり取りのあり方とかっていうのが、うん、メタバースの世界だと一回そこで学習をして、うん、あれもうなくそうねからスタートできるはずなんですね、うん、新しい世界っていうのは。だから本当に世界は拡張され、そっちでは本当に安心安全な世界っていうのを作ろうぜっていうようなあの考え方が今後は出てくるんじゃないかなと思うし、そうすると本当に安心して働きますよね、うん、でかつそこの中で例えば仮想通貨の考え方とかっていうのもどんどんあの進化をしていくと、そこの中でいろいろやって価値を創造すると、仮想通貨の やり取りによって所得が得られて、最終的には何のかというと飲み食いとかはしなきゃいけないので、ただ仮想通貨 の商売によって家に食べ物が届くとか、なんか自分のいたいところに何らかの生活の必需品が届くとかっていうような世界観っていうエコシステムが全く変わる、はい、リアルは残るけど、物流とかも残るけど、だけど価値創造だったり自己表現だったりとかっていう世界はもう一個できる、で引っ越してもいいし戻ってきてもいいし行ったり来たりしてもいいって、その選択肢ができて、かつそれが今までの人類のいろんなあれやこれやの学習の上に成り立つっていうのが半分僕の理想ね、だけどそうありたいと思ってる人、僕全然少数派じゃないと思ってるんですよね、うんうん、で多分そういった人は多分ジョンさんなんかもそういう思いもあるんで起業されたんじゃないかなと思うんですけど、だそういう人たちっていうのが新しい世界を作っていくっていう、まあいろいろあるかもしれないけど、それをあのやっていけると面白いなと思ってるんですよね。めっちゃ面白そう。もしもさんもおっしゃるよね、もうずっと体のもういらないみたいな、こう体も全部超えていくっていうことに近いですかね、うん、働くっていうのも全く概念がこう変わっていくってことで、ね、うん、そうですね、人間の思うで働くって感じはあるんですか、うん、いやなくて、ない、あの僕その働き方考えようと思った時に、うん、そもそも働くっていう感じってどういうふうにできたのかなっていうのを調べてみたんですよ、うん、そしたらなんか罰として農業をさせるっていうところが語源にあったらしいんですよね。で今って人間に動くって書いて働くっていうじゃないですか。でもじゃあ僕実家農家なんですけど、まあ、稲刈りってめっちゃ大変なんですよ。すっげえ動くんですよね。でもそれが労働だったけど、今って働いてる時ってその時に比べて動いてるんだっけっていうと全然動いてないじゃないですか。パソコンの前でカタカタしてるだけって、それがもっと動かなくなるんですよ、うん、ってなると人が動くって書いて働くっていう意味じゃなくなるんじゃないかなと思って、で最終的にじゃあ人はいわゆる働いてる間に何をしてるんだろうって考えたら、想像してる思ってるだけになるんじゃないかなって思ってて、まずそういう意味でその僕たちがまあワクワクする働き方っていうのは、いわゆるその漢字から変わっていくような働く、新しい働くになるんじゃないかっていうのが、まず一つ僕の澤さんと同じように描いている理想で、その中で考えていかないといけないなって思ってるもう一つのトピックが、じゃあ僕たちは体がなくなるのかって話なんですよね。体はなくならないですと。でじゃあメタバースをするためのヘッドマウントディスプレイとかの電気は誰が作ってるんだっけとか、食事は誰が持ってきてくれるんだっけとか、トイレをに行くときにじゃあその水道は誰が整備してくれるんだっけみたいな、みたいな話はやっぱりあと50年ぐらい絶対残ると思うんですよ。ってなると働くっていう感じが人が思うと書いて働くじゃない働き方をしないといけない人もこの世界には絶対に存在してるんですよね。それってまさにコロナの時に問題になったエッセンシャルワーカーっていう人との分断みたいな話と同じように、はい、おそらくそこは残り続けると。じゃあそれも含めてどういうふうに地球が世界がそのより良い働き方をみんなで目指し続けられるのかっていうところが今後次の論点になってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。
なるほど、うん、そこでねニュースピックスから質問山さんに対して質問が、ね、はい、来ていますね、うん、はい、こちらです。互換デバイスの開発状況はどうなんでしょうか、うん、互換の出入力テックなど、確かに互換食べるってことじゃない気がするけど僕じゃない気がしますけど、これは実際に今あるはあるんですか、ジョンさん。あの匂いまではまだ聞いたことありますよね、あとフィードバックも出てきてますね。あのインターネット経由で例えば握手をしたらその握手をした感覚が戻ってくるっていうのをあの開発してる会社なんかもあります。それは電極で脳に直接、それともガジェットか何かある。それはデバイスです、ね、あ、デバイスがもある。であの AI とそのカメラの技術とインターネットの通信っていうのをやってフィードバックを返してくるっていうので、工業用の例えば危険地帯とか宇宙とかでの工業用ロボットっていうのをフィードバックをちゃんと返すような状態で開発しようっていう会社なんかもありますし、医療用のこの腕みたいなやつ。そうですね。でそれがロボットが触るとその触ってるものがこっちに返ってくるっていう状態で、触覚がそこに返ってくるようなものっていうのはすでに実用化されてる部分もあったりしますね。これって例えば腕に返ってくるけどアバター腕じゃないとか、腕がないアバターとかだったらどうなるんですか、ね。まあ、多分それ選べるっていうふうになってもいいかもしれないですね。例えばそれを変換しちゃっても構わないんで、例えばさっきの視覚にあの障害をお持ちの方であればその見えているものっていうのを音に変換するっていうこともテクノロジー上はあのできなくはないので、まあ実際それ可視化するっていうのはできてますからね。まあそういったものっていうのはあの組み合わせ次第で十分できるのと、まあそこで出てくるのがやっぱりあのみんな大好き AI なんですけど、それって大元になるデータさえあれば学習させるっていうことは可能なので、でそれによってどうやって人を幸せにするんだっけの定義さえちゃんとあればテクノロジーは絶対落ち着いてくるんですよ。なるほど。あとはそれ本気でやる人が出てくるんで、あただあとはこのデバイス使えばいい、こういう技術使えばいい、この要素技術組み合わせてやろうかっていうふうになってくると思うんで、どちらかというとエンターテインメントのメタバースあたりでよくこれが進んでる気がしますね。やっぱりもっとリアルを追求していて、確かにね、そうですね。あと、まあ、あとはちょっとその、まあ、本当しょうがないんだけど、もうその性的なものとかは結構早いんですよ、やっぱそういうものが。やっぱ VHS でもね、DVD でもそうですけども、まあ、ちょっとあったりとかしますけどね。僕なんで知ってるんでしょうね見たことあるんですけども、はい、はい、うん、はい、藤本さんのパーソナライズというのは何なんでしょうか。はい、そうですね、まあ、働き方を考えた時に、まあ、さっき の, その拡張された先で言うと、その今まで会社っていう一つのルールがあったと思うんですけど、その中にそのこの会社 A っていう会社のルールに従います、 B の会社に従いますっていう感じだったものが、その住む場所もどこでもいい、しかもその何も関係ないみたいになった時に、その A っていう会社のルールって多分なくなっちゃうんですよ。ってなると、さっきその3人働くサーカスみたいなところと似てるんですけれども、個人としての多分ルールっていうのができてきて、本当にこう1人ずつ全然違うルールのもと働くっていうのが実現していくじゃないかなと思っていて、あの会社のルール何だったんだっけみたいな。もちろんさっきの社会的なその空間におけるルールっていうのは多分あるはずなんですけれども、いわゆる会社におけるルールみたいなところはあのどんどんなくなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね変わって、今現在も変わってるんですよね。まあ、だいぶ変わったと思います。変わってるなって思いますよ、はい、あんまりなんか皆さん変わってない変わってないって言うんですけど、ええ、この5年間にも相当変わってて、いやね、変わってますよね。だって自分の子供全然成長しないかと思いきや、半年前の動画見ると全然違うじゃん、ね、自分の子供ですらその成長しないと思う、ね、まあ、そんな成長してるかなと思ったけども、うん、全く違いますからね、うん、すごい勢いでやっぱり社会は変わってるので、はい、さあジョーさん、自由だと、自由、フリーダムと、はい、あのまた最後なんでサマラジュしたくなってくるんですけどまずあの3人分ちょっと違う意味で受け取ったんですよ、うん、あ3倍働くっていうことだと思ってて、うん、あの実際それ可能だと思うんですよ。なぜかというと時間的な自由ができるんですよ、うん、今日私あの金沢から来てるんですよね朝、うん、でこの金沢からここまで移動してここまでは移動してまた待ってっていう、そのどれぐらいのデッドタイムが発生したかっていう話ですよね、うん、例えば今私はオフィスで仕事するってメタバースで仕事するってことであれば移動時間がないんですよね、うん、なのでミーティングも無理やりなんか1時間とかせずに30分とかパッて入れて移動時間なしで考えて、うん、パッて入れるともう今までのなんか倍以上入れれると、うん、という意味で3人も働けるかなと思ってたら違ったですよねで、まあ、いう感じで、まあ、仕事の生産性においても、まあ、自由になりますし、うん、ここでまあ書いた自由としてはあのパーソナリティに近くて、やっぱり今まで人たちは東京で仕事してたんですよね、うん、したくてしたんじゃなくてせざるを得なかった。なぜかというとやっぱり東京の方がいい仕事が多い、いい仕事というのは給料面もそうかもしれないし、はいはい、キャリア面でもそうかもしれない。でみんな東京にしぶしぶ、まあ、喜んで来て入れてもいいかもしれないですけども、私しぶしぶだったんですよ、はい、しぶしぶ東京に来てたものがそれじゃなくなったんですよね。
もう東京じゃなくなってもいい。例えば東京でやってた仕事を、例えば沖縄とか、うんうん、私なら東京からの石川に引っ越したんですけれども、石川でもできる。これによって結構でかいインパクトがあって、今までならみんな個性をこうこらえて、だから犠牲にしながら会社に合わせて仕事をしてきたものが、例えばその時間も自由になったので、例えば私は先週温泉に行ってミーティングして隙間の15分の時間で温泉入ったりもしたんですよね。でそういう個性を生かしたような仕事はできる。そうすることによって想像する働くがもっとなんかこう活発化されるというか、もっと効率よくなるっていくと思います。そうですね。僕は本当にこれだから、じゃ移動時間俺考えてんだよっていう人もいると思います。その移動時間がないから疲れるんだよって人がいると思うんです。違うんですよ。僕も名古屋とかで番組やってるんですけど、最近コロナがあるからもうリモートでロケも全部、ロケもスタジオもリモートでやると、本当に本番5分前まで子供と遊んでだからもうお風呂入れてそのまま濡れたまま着るんですよ。別に下は濡れても構わないんでね。そういう意味ではそこをうまいこと自由に使えばいいし、移動した人にすればいいしね。そうですね。それで実際もう弊社の社員も 100人超えてるんですけれども、みんな東京でもともと仕事したくて、東京にしたくなくても、まあ、仕事があるから来てて、弊社に入ることによってもうみんな引っ越していくんですよね。だからみんなどこにいるか分かんないですよ。なんなら海外に行った人もいるし、っていう感じでやっぱり自分がやりたいものがあったんでしょうね。あと例えば子供ができたからちょっと実家の近くに引っ越すとか、でそういうのがもう弊社のこうユーザーさんも結構起きていて、こうなった以上はもう戻れないんですよね。だからこの働き方はやっぱりニューノーマルとしてフィックスしていくんじゃないかなと思ってます。そうですね。一方でこうできる業種、バーチャルに移行しやすい業種と、逆にねこうメディアとかどうなんでしょうね、できない業種っていうのがあると思う。まあ、先ほど島屋さんが言ったエッセンシャルの仕事、うん、そうですね、エッセンシャルはなかなか難しいと思うんですけど、ね、はい、こう澤さんはまずこうできる業種できない業種ってどういうふうなものがあると思いますか。業種っていうとちょっとくくりが大きいんですよね、うん、やっぱりこれ解像度を上げていかなきゃいけなくて、その業種の中でもどの役割とか、どういうポジションとか、あるいはそのポジションの中でもどういう時間帯のやっているタスクっていうのがバーチャル移行できないんだっけって観察をしていかなきゃいけなくて、ざっくりとうちの業種はできないんだよって言っても、例えば建設業なんかは実際に現場でその資材を触る人は確かに現場にいなきゃいけないかもしれないけど、事務職の人は関係ないですよねっていうことなんですね、はい、ここに無駄な平等っていうのを押し付けるとおかしくなんですよ。うちの業種はってくくっちゃうんで、いやいや、もうちょっと細かく見ようよっていうのが僕のアイデアなんですね。でもう一つ、さっきのエッセンシャルワーカーまさにその通りで、そこの部分でどこまでが例えばロボットで代替できるのかっていうのが、考え方になるし、あるいは本当にロボットに任せていいんだけど、これ別の価値観ですよね。これって人間の楽しみだから取っとこうよっていう考え方もあるわけじゃないですか。だって考えてみたら、例えば茶道って、一応茶道の人は持ってるんですけど、はい、あんなもんだってペットボトル買えばお茶飲めるわけでしょ。だけどそれとは全く価値観違いますよね。プロセスが大事なわけで、だから楽しいものだけ残してやりたくなかったりとか、ちょっと避けたいとか、自動化した方が人が喜ぶっていうものに関してはどんどん自動化の方向に舵を切っていくっていう、そういうふうにするとテクノロジーがいろんな人を助けるんじゃないかと思うんですよね。人がどういうふうに喜ぶか幸せになるかっていう観点が、確かにその観点が抜けると違いますよね。楽しいものまで消す必要はないですからね。そういうことなんですよ。楽しいものを残しておけばいいんですよ。残した方がいいですね。非効率だろうと何だろうと、楽しいんだからいいじゃんって、ね、逆らってるやつ、そうです。習字なんか逆らってもそうですね。そうですね、まさに。あんなスーパー行けば売ってますからね。そうですよね。わざわざ行く理由ってありますよね。ジョンさんはこのできない業種、できる業種、この業種っていうくくり、私は安易だと思ってて、やっぱり弊社 のクライアントさん見ると、こういう会社さんってこういうバーチャルのこういうの使うけっていう会社さんがいっぱいいらっしゃるんですよね。建築業もそうですし、製造業とか、なんか製薬会社さんとかも使ってて、割となんか逆にこういう会社使うけっていうところは使ってるんですよ。ってことは、やっぱり業種でくくるのは危険で、やっぱり職種に近いかなと思ってます。ただ職種も澤さんがおっしゃったように一緒で、やっぱりこう切り替えれるものがあると思うんですよね。例えば農業だとしても、農業のうちに例えばセンサーを入れることによって遠隔でも操作できるようになるとか、もしくは例えばサドだとしても、サドのうちになんかこの部、サドはちょっとおかしくないちょっと彼のことです。例えば販売とかするとしても、やっぱりこの部分はやっぱりリモートでもできるっていうのを切り出していけば、やっぱりこれ丸々全部もうバーチャルに移行するっていうか無理であっても、それ切り分けしていくといいほどいいバランスになっていくんじゃないかと。
でそこに無理やり平等なんかぶち押し付けるのはやっぱりちょっと安易な考え方だと思いますね。確かに何が幸せ何が楽しくなるかっていうなんかそこのなんか感情というかが抜けちゃうと全くナンセンスな議論になりますよね。そこは結局最初に話したようなハイブリッドにつながると思ってて、やっぱりどちらかオンラインかオフラインか選択を、まあ、押し付けるんじゃなくて、選択ができるようにしていくというのがやっぱり これからの世界として必要になってくるんじゃないかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。あと働き方においてこうやっぱり常時接続になってくると人事評価だったりとかマネジメントっていうのはこれもやっぱり変わらざるを得ないと思うんですけど、変わってくると思います。まあ、それがまさにこのパーソナライズで、今まではもう多分その評価制度っていうのがあって、それにこう照らし合わせて決めてったっていうのが、その人の働き方って何なんだっけとか何が成果なんだっけみたいなことをちゃんと見に行かなきゃいけなくなるので、大変は大変だと思いますけど、よりその人みたいなところのスポットライトの当て方が変わってくると思うので、働きやすくやっぱなるんじゃないかなと思ってます。だからそのデジタルになるからこそよりなんかそのアナログな人に寄り添うみたいなところが必要になってくる。なのでさっきのハイブリッドってまさにそうで、まあ、めんどくさいじゃないですかオフラインって。でそこもやっぱり大事になってくるっていうのをより痛感するというのがマネジメントのなんか難しさと醍醐味になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。関谷さんはこの人事評価の面いかがでしょうか。そうですね、なんかやっぱり少し20年ぐらい前の成果主義じゃないですけど、少し成果にフォーカスは当たりやすくなってしまうと思うんですけど、ただなんか同じ失敗を繰り返しちゃいけないなっていうのが一つあって、やっぱり成果主義追求した結果その成果に直結しない仕事なんかを押し付け合ったりとか少しギスギスするようなことになって、で関係性の悪化ってやっぱりメンタルヘルスの不調を呼んで生産性下がるみたいなことにつながっていってしまうと思うんですよね。なのでなんかこの人と人が助け合うとか、なんか関係性を良くするためにできることとか、なんか相互尊重の枠組みどうやって作っていくかとか、なんかそこも評価されるように入れ込んでいかなきゃいけないと思いますし、なんかマネジメントもそういうところに丁寧にフィードバックができるとか、あとさっきのやっぱりパーソナライズみたいになっていくと思うので、なんか誰もが自分でリーダーシップを発揮するみたいな時代になっていくと思うので、なんかマネジメントはそれを応援できる人みたいな風に変わっていくんじゃないかなと思います。そうですね、管理というんじゃなくてなんか伴走というか、マネジメントは応援ですよね、うん、確かに、うんうん、それ本当うちのエイベックスにも言いたいね、本当、まあね、応援できる人はスーパーしかいませんね、確かに。そうだね、いろんなことだ。ああ、なるほどね。そうですよね、応援ですよね。あとやっぱりそのサイバー攻撃のリスクであったりとか、まあね、セキュリティっていう面にどうしてもこう話しておかないといけないと思うんですけれども、下山さんはこういったもう倫理的な問題といいますか、もうバーチャル空間においての問題、セキュリティっていうのはどういうふうに保っていけばいいと思いますか。なんかまずバーチャル空間のセキュリティを考える前に、まずめっちゃ安心だなと思うのは、身体的な意味でのリスクがすごい下がるんですよね、うん、そういうこと、仕事中になんかめちゃくちゃ大怪我するリスクって明らかに少なくなってくるじゃないですか。まずそこはすごいハッピーなことだなって思っていて、そういうこと通勤中に引かれちゃうとか全然あるけど、それがなくなる、まずハッピーだなと思いますと。でその上で、なんかじゃ身体的なリスクはないけれども、なんか精神的なものに対してどういうふうに僕たちが影響を受けているのかっていうところの影響がすごい増えていくっていう話なんですよね。例えばその今って、まあ、SNS が発達したことによって触れる情報がすごい増えて、かつすごいパーソナライズされることによって、まあ、エコチェンバー現象とか起きているわけじゃないですか、うん、まあ、ああいったものが起き、まあ、情報の量と選択性がすごい増えることによって、まあ、起きやすくなるよねっていう話があって、まあ、そこに対してどうバランシングしていくかっていう時のバランスを取る側がないっていうのが、まあ、ある種一つ問題だなと。でセキュリティがなんかもうちょっと別の話として、なんだろうな、誰が誰なんだっけっていうのが、まあ、よく分からなくなるっていう話もあると思うんですよね。それはいい話もあるんですけど、まあ、そこはそこで今はめちゃくちゃまだ不完全だけれども、 NFT とかって今は取引履歴しか証明できないけれども、いずれはそこを結びつけることができるようになりうるみたいな技術が存在しているっていうところがある種希望かなっていうのを思うんですね、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。澤さんはこのいかがですか、島山さんに対して。一応僕サイバークライムセンターっていうのもセンター長やってた経験があるんで、サイバーセキュリティっていうのはそれなりに専門家ではあるんですけど、でこれ全然ルールがやっぱ変わると思うんですね。さっきの話で致命傷の受け方が変わるんですよ。今のリアルな世界におけるサイバーセキュリティって何っていうと、リアルなものがダメージを受ける可能性があるっていうことなんですよね。リアルに生きていけなくなるとか、
例えばクレジットカードが取られることによってもう買い物ができないとかっていうになってくるんですけど、でなんでそれが問題なのかっていうと、自分じゃない誰かが自分のものを奪っていくとか何か使ってしまうとかっていう状態になるわけですね。でもその自分というアイデンティティの表現の仕方が肉体はあるんだけれども他のもので証明をしなければいけないっていうちょっとジレンマがあるんですよここには、うんうんうん、だけどバーチャルの世界ってその存在がもうすでに証明されている存在なんですよね、うんうん、裏を返すとリアルがあるかどうかは無関係っていうことになるんで、うんうん、致命傷の定義が変わるっていうことなんですよね。だからもうこれ完全にルールチェンジで、だ物理の人間はいるけれども証明する術がないとかっていうことが起きえないっていうところをベースに考えなきゃいけないんで、今までのサイバーセキュリティの考え方とは全くちょっと一回線を引く引かなきゃいけない可能性があるかなっていう。なんでちょっとさっき言った仮想通貨と相性がいいかもっていうのはそこなんですよね。仮想通貨っていうのは人はどうでもよくってテクノロジーの中で証明されている ID で全ては成り立っているっていう考え方なんで、これ今までのお金のあり方と全然違うんですね。いわゆる国家信用本位制っていうのとって全然違う、技術信用本位制っていうのが仮想通貨の正体ですから、その国家によってあなたは国民ですねって証明することを必要としないっていう世界観になってくるんで、これ全然ルールが変わってくる可能性ですね。これ Web3 になればまさにまさに変わってくる、はい、これこの新しいルール今まですげえまるっきり変わっちゃう、これ変わっちゃうのを嫌だなって思う人はいるんですか。まあ多いでしょうね最初のうちは。それ既得権益の人たちっていうことですか。とか変化を好まないって、変化好まない人類って意外と多いですか。そっちの方が多数派だったりしますから、ね、そうですね、うん、単純に変化が怖いのか、それとも絶対的に自分がもうやばい不利になるとか損するっていう人たちもいるわけですよね。そうですね、うん、例えば税金を取るというところだったりとか、そうそうそういうことですよね。そうそうそう、何をもって得をするのかっていう定義が今のところちょっとブレブレなので、あるように。でそれがこの後そのハイブリッドの世界がやってきて、どういうふうにそれが定着していくのかっていうのは見ものかなって感じです、ね、はあ、過渡期です ね、 もうね、本当にあるのは漠然とした不安感ですよね、うん、そうそうそう、やっぱり未来が騒がしすぎて、うん、確かにで取り残されるんじゃないかっていう心配とかですね、うん、だからさっきも言った僕も本番前とかにメタバースをいっぱいこう例えをいろんな例えを言ってるんですけど、はい、全部バチッとはまんないんですよ、うん、それってね不安なんですよ、うん、新しい音楽が生まれてくるとこれってポップスだよねとか、うん、でミックスチャーって言われてようやくふーって落ち着くみたいな、うん、だからなんか例え話でこう見つかんないものは怖くてしょうがない、前例、うん、がないからってことですよね。そうなんですよね、自分の中 で、うん、でそれで言うとちょっと思ったのが、さっき3倍働くっておっしゃってたじゃないですか。だから小坂大魔王をピコ太郎をもう一個できるっていうことが起きる未来がメタバースって、うん、確かにね、ただねあれね別人なんですよ今ピコ太郎バイトしてますから ね、 今ねカニに味噌を入れるバイトしてるメタバース上のアバターも別人かもしれないんで、うん、そうですよね。でもだからなんとなくだからこれをね、だからなんとなく僕もなんかそんな感じかなって思いながら、うん、別人なんだけどみんな一緒って言いますからね、そうですね、ってことはそうなのかなって思う、アバターが作れるかもしれないっていう、うん、超大変ですもんツイッターにスペースね来てますので紹介いたします。金込みのご投稿をその間お願いいたします。いやー、はい、こちらになります。まずは、はい、メタバースのことはよくわからないけど一つの現実だけだと心が保ちにくい社会においては仮想なつながりはありかもしれません。やめられないツイッターのタイムラインを見ていてふとそう感じました。2つ目の現実か仮想現実か、まさにそうですね。ありがとうございます。あとこういった、ツイートも来ています。昨日ちょうど夜中に、私こんなに太りやすい体型で生まれたくて生まれたわけじゃない涙と悲しんでいたので、メタバースの世界で体という枠組みを超えて暮らす感覚にドキドキしています。メタバースが当たり前の世代の子たちからはルッキズムが排除されたらいいな。まさにそうですよね、コンプレックス の、 脱却ということもありましたけれども、ルッキズムまさにありますよね。見た目がいい人はルッキズムあってほしいんだよね見た目がいい人もさらに良くなる、ね、そうですね、無駄な努力をしちゃう人もいますからね、うん、あ、そっか、なるほど、絶対アバハラが美しいの整形者とか、うん、アバハラが起きないようにしないといけないです ね、 ね、そうですね、うん、はい、とニュースピックスからも質問が来ています。こちらです。触覚とかの学習はなるほどと思いましたが、他はテレワークで十分に思えました。メタバースのメリットは少ないんでしょうか。ジョンさんいかがでしょうか。ちょっとこれで答えになるか分からないんですけれども、うん、私が考えているオフラインのメリットというのは高速ですよね、はい、やっぱり五感とも使いながら高速しているっていう
あの濃厚なあのコミュニケーションがオフラインのメリットだと思ってるんで、やっぱり一緒に飲みたいなとかなるのは そこにあると思ってて、で一方でメタバースでの働き方に関してはそれがない、逆に拘束力がないってことですよね。だから軽いから例えばさらっとなんか聞いてさらっとなんか質問したりもできる、なんでメタバースとしてはやっぱりそういう使い分けをした方がいいかなと思ってて、もっと軽めのもう転換 あの早いような会話というところでは使い分けていく、もしくはその、メリットデメリットを生かしながらやっていくと、メリットが出てくるんじゃないかなと思います。そうか全部を、ね、そう行う必要ないですもんね。あとなんか失敗できるっていうのはメリットかなって、失敗できる、医療の技術の中で手術の練習とかに使われてて、リアルで練習して失敗できないですけど、メタバースの中だったら失敗できるっていうのも、軽いっていうのと近いかもしれないですけどメリットだなって。なんか技術がこう再現されて、再現性というか、そうですね、はい、リアルに近いけど、失敗してもいいと。失敗しても大丈夫、練習ができるし。特にさっきやってみて、会話ってたまに失敗するじゃないですか会話の失敗ってすげえ響くじゃないですか、なんかちょっと最後5秒俺タメ口だったかなとかなんか頭をボリューム大きめに入っちゃったなとかね、なんか確かにそこら辺ってなんかテレワークだとごめんごめんちょっと電波かとかね、ワイワイかとか言いながら他に持っていけるし、そうですよね、確かにそれで慣れてなかったんだよとか言えるし、確かにそれはありますね。極論ポチってクローズしちゃえば閉じちゃえば逃げれますし、オフラインでは逃げれないけどオンラインでは逃げれると、逃げれますもんね。でもこれそもそもこのテレワークとメタバースっていうのは どう違うんですか。めっちゃ根本な質問なんですけど、私たちが考えてもメタバースでテレワークをするっていう定義としてますよね。メタバースはオフィスのようにリアルな場所、足の踏み場になると。メタバースというもう世界があるってことですね。でリアルでオフィスに出社してたように、メタバースで出社してテレワークをする。なるほど、まさに世界ですね。宇宙というか世界というか、でもなんかゲームやってるとそんな感じですよね、オンラインゲームやってると本当に移動時間で一気に違う世界に行けますよね、ある感じがのもっとこっち側って感じなのかなって気がしますね。モンスター倒すんじゃなくて仕事するっていう、あっちがいて仕事する。最後こういった質問も来ていますね、メタバースが広がるとしたら同時に進むリアル世界はどう変化させていくといいんでしょうか。澤さんいかがですか。これはもうさっきのハイブリッドってキーワードに集約されるんですけど、すべては選択肢でありどれを選んでもいいということをお互い許容するということですよね。あなたはメタバース中心に生きていくので私はリアルを中心に生きていくねっていうことをお互い許容するっていうことで、本当は人類ってそういうものだと思ってるんですね。お互いが自分勝手に生きることをお互いが共有すると絶対世界って平和なんですよ、お前が俺の思ってる通りに動かないのを許せないって言うから大体揉め事って起きるので、確かにあるいは言ってもいないことを言ったと勝手に解釈して怒るとかね、そういうことはあるんだけど、あなたはあなた、私は私、それぞれの人生いきましょうねって、世界がメタバースとリアルの世界で違ってもいいじゃんそれでっていう、お互いを許容するっていうことを進めていかないと、もうこれずっと人類それずっとうまくいかなかったんで、それで、なんでさらにメタバースって新しい世界ができるってなると、それをもうちょっと磨いていかなきゃいけないかなっていうのと、メタバースの世界の住人の人たち多分それ先駆者だと思うんですよね、そういうことに慣れているというか、それをある意味許容した状態なんで、その人たちからさらにフィードバックがあって学ぶっていうことができると結構いい変化が起きるかなって思うんですけど、生きる世界が選べるってもうなんかそれが人類でできるってなんかすごいことですよね、そこで技術を開発している側としてちょっとコメントをしたいところとしては、技術を開発している側としては、じゃあオンラインであろうがオフラインであろうがアウトプット一緒にしていく、要はオンラインだからなんか足りないとかオフラインだから足りないとかが多分ギャップが発生してしまって、格差とかそういう平等じゃないとか問題になってくると思うので、やっぱり技術を作る側としてはそのアウトプットすらちょっと同じレベルまで持っていきたいっていうのを持ってて、その開発に取り組んでたりします。確かに同じレベルにいたら楽しいですよね、こうやってやればもうオンライン、こうやったらオフラインぐらいの、感じになったら楽しいですよね、こうやってみて、感覚的にこっちが雨降ってんなみたいな、今日オフライン雨降ってんなオフライン雨降ってんなみたいな、ありがとうございます、では小坂さん、今日の金庫目準備よろしいでしょうか。今日はね、別な意味ですごい大変でした、選ぶのが、見れば分かると思います。こちらです。漢字がないのよ、しばらくやったぜ。人間に動くの働くから人間に思うの、あの字がないんだけど、カタカナのイを使いました。すごい、クリエイティブ、働くに変わる、これはなんとなくこの思うが
やっぱこの時代あったから僕すごいビッときたんですよね、うん、正直言うと今現在ほとんどね、やっぱリモートというかあれですけど、 LINE で自分の意見を送ったり YouTube に自分のものをあげたり、うん、それですげえ儲かったりいろんなことしてるじゃないですか。まあ別にリアルとかなんか関係なく、ただ自分で頭の中にハッと思ったことを形にすると儲かるんですよという感じ、まあ、僕らと特殊な仕事なんで。でもそれがどんどんいろんな人がそういう風になっていけばいいなっていう風に思ってて、この思うっていう思いが強い人ほど、素晴らしい働きをするっていう風になればいいなって思ったので、下山さんが前回終わった後、今日取れると思ったんすけどでずっとここまでこれに思いを発する人はなかなかいないので、やっぱちょっと一発上げようかなと思います。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あんなに懇願されちゃうともうさ、そんな大したもんじゃないからねこれ。めちゃくちゃ思ってましたよ。なんかすげえ嬉しかったんで、テーマ犬を含めていい言葉ですよね。でもめちゃくちゃいい言葉、働くっていうのが労働じゃなくて、この思う、人間に思うっていう、うん、ね、うん、仕事が遊びでとか言うじゃないですか、うん、ね、遊びで仕事もそれそうですよ、僕らも遊びでたもんですから、うん、ね、そういう意味では、いいのかなっていうふうに思いましたけどもね。はい、金子飯下山さん、はい、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。いや本当に僕たちはまさにその人間に思うと書いて働くになる未来を作る側だと思うので、うん、それをまあみんなと一緒にできるように、これを本当にそうなるような未来を150年後までに作りたいなと思っております、ね、本日ありがとうございました。付け足すならば、普通にそこの世界で働けなさけた現場で一生懸命水をやってる人のことも思えるというふうに思ってます。素晴らしい、ありがとうございます、はい、うん、はい、ジョンさん今日いかがでしたでしょうか。はい、楽しかったです。それでやっぱりさっき話があったような漠然とした不安がやっぱりみんなにあるなと思ってて、私コメント同じ質問なのにみんな時間軸バラバラだったり観点バラバラだったんで、やっぱりこういう議論を通じて固めていく、それによってまあ不安もなくなってやっぱり未来が固まってくるんじゃないかなと思ってて楽しかったです。あとやっぱり一回オフィスやってみるってのあれですね。ああ、それ宣伝していいですか。これいやっていうか、これ本当に別に今日の一番ね、スポンサーとか関係ないです、うん、やってみると、うん、あ、こういうことかっていうのは一番わかりやすいですよね。そうですね。僕ツイッターとかの始まりが一番最初はずっとツイッター俺やんないとか言ってたけど、やった瞬間にあ、これ便利だなっていうのやっぱ思ったんで、ね、やっぱりやってみるっていうのが大事かなというふうに思いました。そうですね、はい、そういうビジネスにおいてはやっぱりオフィスが一番使いやすい、最初に触りやすいと思いますので、ぜひ使ってみてください。お試しはホームページからできる、ホームページからトライアルもできますし、簡単にツアーに入って体験もできますので、それ変だけどさ、韓国でね、日本語と英語とこう使いながらさ、うん、30今1歳でしたっけ、30歳です。30歳でさ、ここまでやってるって、もうこれ応援しないでどうすんだって、うん、そうですね。こんなもうね、だから人も頑張ってもらいたいんだけど、はい、しております。応援します。はい、はい、今日はありがとうございました。次回の放送は来週はお休みで4月5日になります、うん、はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。停電なかった、停電なかったですね、はい。